リュウ・ナカ・イッツは、大韓民国テグ広域市出身の元プロ野球選手、野球指導者。大学を卒業後、自身の地元テグ広域市を本拠地に置く、サムスン・ライオンズに上位指名され入団。即戦力新人として1年目の1987年からレギュラーに定着。その後も、瞬速強権を生かした安定した活躍を続け、フランチャイズスターとして人気もあったが、 1997年から怪我に悩まされ1999年に現役を引退。引退後はそのままサムスンのコーチに就任。2000年にソウルイコーチ、2008年からは守備コーチを担うことに。その間、2006年のワールドベースボールクラシック2009年、ワールドベースボールクラシック、杭州アジア大会にもコーチとして出場。 2010年12月末監督の先同列の突然の辞任により、2011年1月サムスンの第13代監督に就任。就任初年度の2011年、サムスンを5年ぶりの韓国シリーズ優勝に導いた。2012年、サムスンを2度目の韓国シリーズに連覇に導いたことで、2013ワールドベースボールクラシック韓国代表監督に就任したが、 2013年3月、本大会において、同国野球史上初の一時ラウンド敗退という、結果に終わった。2014年9月、新川アジア大会の韓国代表監督としてに、大会連続4度目のアジア大会優勝に導いた。同年サムスンは、韓国プロ野球史上初めて4年連続で公式戦、韓国シリーズ共に優勝を収めた。2015年、 サムスンを5年連続公式戦優勝に導いたが、韓国シリーズでトサンベアーズに敗れたため、史上初の5年連続韓国シリーズ優勝はならなかった。2016年はチーム史上最低の9位に終わり、契約期間が満了したことで同年限りにて、サムスンの監督を退任した。2017年10月、LG ツインズの監督に就任した。 契約期間は2018年から3年間。2019年、2020年と LG を2年連続でポストシーズン進出に導くも、2020年、準プレイオフでの敗退後に G を表明し、再契約せずに退任した。ありがとうございます。